この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、あ、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日経平均株価、今日は300円を超す反発となっておりますが、まずは今日の相場の見方から教えていただけますか。はい、そうですね、先週末、ニューヨークの方が上昇しましたので、若干ちょっと写真相場的な動きにはなってきておりますけども、はい、かなりその、なんて言いますか、物色対象、出直り局面にある銘柄というのはかなり増えてきてますので、そういったところで物色、買えば取れるような相場にはなってきているわけなんですね。なるほど。ですから、そういった個別銘柄の底上げ的な動きが相場をちょっと押し上げているという面に注目したいとは思います。かなり銘柄選別をうまくやればだいぶ取れそうな試合ですよね。そうですね、決してもどうしようもない相場では全くないですね。はい、それでは今週のお話をお願いいたします。はい、今日ニューヨークダウの工業株30平均、週足の方いつも見ていただいてますけども、先週は乱高下しまして、 FOMC の結果発表で、利上げペースについては経済や金融情勢を考慮するというふうな発表があって急上昇した後、パウエル FRB 議長の記者会見で、利下げ停止の議論はかなり時期尚早だと、金融政策の効果が完全に浸透するには時間がかかって、最終的な金利 がですね、今までの予想より高くなるんじゃないかというふうなが出て、ちょっと行ってこいになったんですけども、はい、その後雇用統計、週末の雇用統計が、失業率の低下だけを見る形 で、上昇ですね、失業率の上昇 3.7% へ 0.2 ポイント悪化したわけなんですけども、それを見てですね、FRB の方も、強力な引き締めには動きにくいだろうという見方から、株価が反発して、今日日本株も上昇しているという形にはなりました。はい、今週は10日に消費者物価指数の発表がありまして、総合が 7.9% ぐらいの上昇の予想なんですけれども、9月が 8.2 で鈍化してくるという形で、今後どちらかというと傾向的にはかなり伸び率が鈍化してくると思うので、市場にとってはですね、若干ちょっと追い風といいますか、プラス材料が出てきやすいような統計数字になってくるかと思います。で、相場週足を見ますとですね、9月30日から大幅反発しまして、14.4%、4136ドル上げているわけなんですけども、もう前回の6月から8月で4263ドル上げてまして、だいたいそこに接近はしてきているわけですね、上げ幅にしては。そうですね、だからちょっと一旦52周線も上から降りてきてますので、茶色い線ですけども、ちょっと一服する局面ではあるかなというふうに思います。今後ですね、その下から来てます青い線とか赤い線、13周26周線あたり3万1000円の前半あたりですけど、前半から中盤あたりにかけて、そのあたりとの揉み合いには根固めにはなるかとは思います。堅調に値固めすれば、その次の上昇を期待できるような動きになるかなというふうに思います。で、日足の方はご覧の通りで、この200日線近辺で現在もみ合っていると、頭打ちにはなっているという形で、1月高値からのですね、若干ちょっとこの上値抵抗ラインみたいなところにややちょっとぶつかりつつあるかなという状況です。ナスダック総合指数の方はグロース株ですね、の方は金利高止まりに加えまして、アマゾン、アップルなど、業績見通しがちょっと予想下回ったものもありまして、安値近辺に再びちょっと押し戻されているという状況です。ただ、そうですね、このチャートの前に16年2月に4266ポイントってあるんですけども、ここからこの去年の11月の高値ですね、1万6057ポイントまでの半値押しが1番飛び162ポイントということで、そこにはちょっと接近してきてるかなと、それから、この18年とか20年の安値からの上昇幅の3分の2押しあたりもだいたい9481とか9926ポイントなんで、だいたい1万ポイント前後がちょっと下値の節目になってるかなというふうに思います。10年国債利回りですけれども、こちらの方はリッチモンド・レイギーのバーキン総裁が今後の利上げペース、減速ペース、ペースの減速とですね、
政策金利の水準が従来より予想より高くなる可能性をコメントしたということなんですけれども、まあ、ターミナルレートについてですね、次のこの10年物国債利回りの方ですけれども、FOMC で、まあ、9月は 4.6% あたりとしたのが、まあ、今後 5% 超えになってくると、うん、この利上げの転換点あたりの水準がですね、一部ではまあ 6% 近くになるんじゃないかという見方も出てまして、まあ、その辺はちょっと利上げが長引く、経済指標がちょっと弱くなってくると逆にちょっと利上げが長引くというのがちょっとその相場のちょっと頭良さようになってくるかなと思います。から反戦指数ですね、こちら中国、はい、元高官がゼロコロナ政策が近く大幅に見直されるというのを見通しを示したということが報道されまして、まあ、急反発しています。ただまあ4日にはその担当のですね、高官がゼロコロナ政策堅持の方法を示したこともありまして、さて本当はどっちだろうというのもあるんですけども、まあ、株価の方は大幅に下げたこともありまして、まあ、好材料に交換しやすい時代にはなってきているということで、今日もですね 4% ぐらいですね、 4% ぐらい戻してますね、上げてます、はい。上海の方も4月26日の安値を下回らずに反発という形になってきているということですね。それから日経平均株価の方はご覧の通りで、だいたい13週52週2万7000の400円台をちょっと頭上抜けているような感じの動きにはなってきているということですね。で日足の方を次のページに見ますと、だいたいこちらの方、75日線が2万7612円この辺りで現在推移しているという状況で、今日はこれ前場までの数字入ってますけども、75日線だけがちょっと上向いてますけども、だいたい大飛びが7月19日あたりなんで、これがちょっとだんだんこのだんだん同じ水準もしくはだんだん上がってきますので、今後はちょっと横ばいになってくるかなという感じです。まあ、順調にですね下値切り上げてますので、まあ一段高も期待されるんですけども、まあニューヨーク次第というところでしょうね。それからクイックの月次調査の株式、今日の お昼あたりに公表されました。はい。足元の国内株式の組み入れ率ファンドマネージャーに問ったところですね、アンダーウェイトがプラスのしてますっていうのがプラスの1ポイント、オーバーウェイトがマイナスの2ポイントということで、まあ、以前ややちょっと弱気気味のポジションにはなってるということですね。でただまあもう一つ質問があってですね、はい、グラフになってますけど、当面どのようなスタンスで臨みますかっていうので、オーバーウェイトにしますっていうのが 31% から 13% に減ってるんですけども、アンダーウェイトも、ま、8% から 6% に減ってて、まあ、どちらかというとややちょっとどちらかというと買いたいようなスタンスにはなってきてるということであります。セクター別の投資スタンスを見ますとご覧の通りで、はい、ございまして、まあ、素材とかがちょっと戻してて、自動車がですね減産とか資材高それから円安の一服で、組み入れ率を大きく落としてきているということです。うん、医薬食品、医薬薬品あたりディフェンシブ系は非常に高水準が続いているということですね。あと電気精密も9月のマイナス 18% から徐々に引き上げられてきているということで、プラスになったんですね。もともと電気消滅するのは 20% 30% というのはおか普通だったんですけども、はい、だんだん上がってきているということで、ちょっとこれも注目したい。あと金融がアメリカの高止ま金利の高止まりなんかもあって、あとチャートの底入れそれから地銀の再編成ですね、そういったこともあって、組み入れ率が上がってきていました。直近の業種別の株価指数の動きはご覧の通りで、ディフェンシブ内需系は下向きになってます。小型株も下向きで大型シフト気味ですね。それからもう一枚、外需系の方は卸売とか非鉄といったちょっと資源系とかそういったのがちょっと上げてきてまして、あとまあ電気機械、こういったのも上がってきてます。大熊の決算発表が先週末だったんですけど、米国は今は横ばいだけども23年半ば以降は再び、伸びてくるということで、次牽引するのが半導体それから EV など自動車そして航空機ということで、面白いと思ったのがですね、あと航空機と人工衛星って言ったんですね。人工衛星っていうのもなんか今後ちょっとテーマになりそうな感じで面白いです。小型の人工衛星が最近流行ってるらしいですけども、セーレン、スカパー、ジェイサット、キャノン電子、川中、アイネット、こういったところが注目されました。関連銘柄結構ありますね。はい、今日の銘柄ですけども、はい、2年以上の前を10月9月8月、まあ、8、9、10月に更新した銘柄ということで、まあ、長期の調整を経て出直ってきた銘柄をピックアップしてみました。
ということでご覧の通りありまして、日東建設からずっとあります、そうですね、入国制限緩和を受けたインバウンド関連とか国内旅行の支援関連が目立っておりまして、あと高決算発表とか高決算期待銘柄が個別に買われています。ハイテクのリバウンドとかも見られてますけども、こういった銘柄の分にもちょっと注目したいというところでございます。で、今日はちょっとチャートを出してきてですね、日東建設からずっとこう出してきてますけれども、はい、チャート日東建設、これ、2011年の4月高値を抜けてきました。今ちょっと一服してますけども、うん、ここは環境に配慮した防災工法とか、まあ、人工斜面であるのり面と呼ばれてますけども、の維持補修、耐震補強とか液状化対策など都市再生分野の専門工事に特化しています。公共工事が高水準で推移して、民間工事も持ち直しの動きになっているということですね。からクイックという会社、こちらの方は戻り高値ですけど、19年3月の戻り高値1836円を抜いてきたということ で、ですね、18年3月の上場来高値に迫る動きになってまして、製薬建設、それからエンジニア、看護師などに特定分野の人材紹介事業が主力です。10月31日に、通期の会社計画を情報修正しております。それからジャムコですね、失礼しました、横川電機ですね、横川電機です、はい、こちら8月に18年高値2520円を更新しました。ということで、石油ガスプラントの生産制御システムが主力でありまして、中東などエネルギー関連が好調であるということです。で、営業利益を今回2度目の情報修正しました。株価はちょっと行ってこいになりましたけども、まあ、再びちょっと、まあ、出直ってくるに期待したいと思います。9月にオランダの欧州最大のグリーン水素プラントプロジェクトの、まあ、制御関係なんかを受注しております。からジャムコがご覧の通りで、航空機のですね、厨房機器とかを作っています。世界シェア 4割を持っている会社でありまして、航空需要の生産が回復しつつありまして、動きが出てきています。で、ですね、他にもここは航空機シートなんかの高採算のなんかにも手掛けてまして、こういったのが出荷が現在は中心になっているということです。新潟とかですね、あとに加えてフィリピン工場でですね、このギャレー、厨房設備のですね、生産体制を増強しているということです。それからセイコーグループですね、こちらの方は18年の高値3430円を更新してきました。腕時計の国内大手で、電子デバイスとかシステム開発で展開しているという会社ですね。こちら半導体製造装置向けも高機能部材とかも好調ということです。から最後、加賀電子ですけれども、こちら8月に業績情報を修正して休診しました。電子部品など扱う独立系のエレクトロニクス商社で、半導体電子部品の供給難が長期化してまして、市場流通品の調達が活発する中で独立系の調達力を生かして、この加賀電子の業績を伸ばしているということです、ね。はい、浅井さん、よくわかりました、はい、どうもありがとうございました。そうです、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。一旦コマーシャルです。